までで一番ガラリと変わったので、すごく最初は戸惑いもあったんですけど、すごくこれからどう新しいスチームガールズに進化していくんだろうっていうのがすごい自分の中でワクワクしているのもあるし、すごい一生懸命にやってくれるメンバーたちなので、全力でこれから走っていけそうだなと思っています。Thank you.
ます。それが今私の目標であって、なんか私を見て、あ、なんかこの私の年齢からでも夢は諦めなくても大丈夫、前に進もうっていう、そういう希望の光になりたいなって私は思うので、これからも努力をしてみんなの光になれたらいいなと思います。